校庭に並んで座る生徒たち。校舎の廊下には鑑識作業に当たる警察官の姿も。ナイフを持った者が校内に入ってきた。けが人がいる。事件が発覚したのは、一昨日の昼過ぎ。埼玉県戸田市の私立三笹中学校から入った百十番通報でした。試験中の教室に。 刃物を持った男子高校生が侵入試験監督の男性教員ともみ合いになり刃物で上半身を複数回切りつけました男性教員は大けがをし男子高校生は殺人未遂の現行犯で逮捕さいたま市に住む17歳でした誰でもいいから人を殺したいと思った調べに対し容疑を認め 無差別殺人への憧れがあったという趣旨の話もしている男子高校生また事件の前現場近くでは不審な事件が起きていましたさいたま市では先月中旬以降小学校や公園などで切断された猫の死骸の一部などが相次いで見つかっていました男子高校生は猫を殺したことについて 自分がやったという趣旨の供述をしているということです動物への虐待から殺人へとエスカレートしたのでしょうか犯罪心理学の専門家は過去の少年事件との類似点を指摘します猫ですね猫に動物虐待サガキバの場合も全く同じようなあの動物虐待をいくつか繰り返してます 1997年神戸市須磨区で5人の小学生が死傷した連続児童殺傷事件逮捕されたのは榊原生徒と名乗った当時14歳の少年神戸家裁は思春期の性的衝動に攻撃的傾向が結びついたことが犯行の重要な要因になったと指摘しましたまた少年は後に著書の中で 猫殺しに飽き次第に人間を壊してみたいそのことしか考えられなくなったと明かしていました。中山教授は動物虐待から殺人への移行は少年事件では共通して見られる特徴の一つだといいます。あの非常に関心を持つ人がこう死んでいく過程っていうのを見たいということは自分で殺してみたいっていうところに繋がってきてだから、ね。 一般の人にはとても考えられないような動機なんですねあちらの集合住宅の一室から女性の遺体が見つかりました遺体は風呂場にあったということで室内には結婚も残されていたということです2014年、名古屋大学の元女子学生が宗教の勧誘で知り合った高齢の女性を自宅に呼び寄せ殺害した事件元女子学生は高校時代にも 同級生の男女2人に劇物を飲ませたとして殺人や殺人未遂などの罪に問われ無期懲役の判決が確定しました高校生の時からら殺さずにはいいいれないとという気持ちががくことがあった裁判では発達障害などがあり中学生の時には神戸の事件の元少年に 尊敬の念を抱いていたなど幼い頃から殺人への強い興味を持っていたとされています今回埼玉県で起きた少年による重大事件その背景には何があったのでしょうか、まあ、あんまり逃走しようという意識がないのは無差別大量事件の特徴ですけれどもそれとつながるとは今回はちょっと思,われ思えないので。 なんで、その中学校を昼間の授業中に襲ったのかっていうのは難しいことをあえてやってるという意味で何かそこに動機があるのかないんであればやっぱり非常に緻密なな計画がない過去に名古屋で起きた事件とも共通点があったということなんですが。すねはい、こちらに埼玉のの今回の事件と 神戸そして名古屋の事件をまとめました。この特徴の中で大谷さんが特に気になるところがやっぱり一番下にあります全長ですよね。はい、あの猫自分がやった猫を殺しましたと、えー、こっちも猫猫殺すのに飽きて次第に人間に持ってった人間を壊してみたい。この人は坂木原事件の坂木原を尊敬していると。はい、それからまあ同級生にですね、えー、薬を飲ましたと、はい、自分より弱い人弱い人弱いものにつてぶつけていく。はい、そのうちもっと 強いものをやりたい、エスカレートして,いって今度は結局は人間に向かっていくとその前兆を私たちはどうやって見破るのかということが一番大事になるわけですね、うんはい、埼玉の事件ではですねこんなことしてたらそのうちに人間に行くんじゃないかって近所の人は言ってるわけですね。にもか,かかわらず、われわれはそのサインをです、ねうん、見落としてしまったということが今回の事件につながったと思うんですね、はい、そのサインを見逃さないためにどうしたらいいのか専門家はこのように話しています。 予兆っていうか、ちょっとおかしいなと思ったときに、気づいていれば、そこでとど、えー、められたと思うんですね。早く気づいて、あの専門医に診てもらうということが一番大事だと思いますね。多いのは、共感性が低いってことですかね。他人の気持ちになって考えられないとか。まあ、でもそういう子がたくさんいるのであの、どっから異常で、どっから正常っていうのは。 非常に線を引くのが難しいと思いますけど、やっぱり上手に話を聞いてあげるっていうことですねあ。そんなことしちゃダメあんなことしちゃダメこれもダメあれもダメっていう、そんなことしてるからお前はダメなんだみたいなことを言うと、もう話をしなくなりますから、子供は。だから何でもとりあえず受け入れて、ひとまず聞き,と聞き入れて、それで、まあ、ちょっと考えさせる。あまりこうその子のやったことを全部否定しない。 一旦受け入れるとということも大事だと思いますね。話を聞いて受け入れて気づいたら専門医に相談するというふうに専門家は話しています、はい、今の中山先生の話でが、ねええ、人から子どもたちを見ていく、はい、あるいは少年を見ていく児童の目を見ていく学生の目から見ていくと一方で私たちは、はい、あの我々は社会の目で見ていったらどこなんだろう社会の目そのあにおかしなことが起きてやしないだろうか何、はいうん、かこの辺りでですねあの ちょっと異様なことが起きてないだろうか、えー、それをしっかり見ていけばですね今回の事件もなんでこんな猫が殺されたり、えー 公がです、ね、こういうふうに荒らされていくんだろうかとそこにやっぱりその前兆があると思うんですね、はい、一方で私たちがそれを見ていかないとですね、はい、学者の方がいくら子どもたちだけ見ても社会としてはなかなか防ぎようがないんじゃないか確かにもっと早くに気付いていたら何か対応ができたかもしれないそ,、ね、それにもかかわらずですねあの神戸の坂気花の事件ではですね、うん、昨年あの神戸の家庭裁判所をこれ心配したところですが、はい、その資料をですね全部放棄してると。 裁判の記録をししてしまったうあの少年がどういう過程でですね猫から人間に行ったのかどういう心理だったのかってそこに全部入ってるんですね<ー>にもかかわらず25年経ったらですねそれはいらないということになれば誰がそれを研究したりですね、はい、のいつの,人の資料にすんだろうかと結局そういうことがですね社会を風化してしまって私たちはいつの間にかですね事件の記訓を忘れてしまっていると、うん、しっかりとそういうものは社会が共有してですね、ええ どうううしてこういう事件が起きるのか、はい、この地域がどうしてそういうことになっているのかそこをしっかり見ていかないとです、ね、我々こういう事件を防げないんじゃないか。 ままたししてても起きううんじゃないかとそうですね分かっていたのにまた今回も同じようなことが起こってしまった特に裁判所はです、ね、少年事件の記録をです、ねえー、調べていくとほとんど廃棄しているということじゃあ私たちの社会はどれ,どれだけそれに対して警戒しているんだろうかということからしてです、ね、司法も教育界もそれから我々メディアもです、ねうん、しっかりともう一回こう反省して見ていかなきゃいけないと、うん、今回の事件からそんなことを感じますね。はい